大野治は、福島中央テレビの元男性アナウンサー、お天気キャスター。埼玉県所沢市出身。血液型は大型。立教大学卒業。1997年福島中央テレビに入社。気象予報士、防災士の資格を持っていた。ゴジテレシャトルのスポーツコーナーニュースなどを担当。資格を活かし、同番組の天気の壺も担当。 ゴジテレチュではメインキャスターを務めているため天気予報は担当しないが FCT ウェブサイトではお天気特急便と題した天気予報の解説を毎日更新していた2005年から2007年まで24時間テレビのローカル部分の企画では福島県内を何キロにもわたってゴミを拾って歩き環境保全と温暖化防止を訴えたこの取り組みは 環境省のチームマイナス6%にも紹介された。2008年5月24日、福島中央テレビ HP に掲載していたコラム、アナウンサー日記で他人の9つのブログから計15件の投用があったことが発覚。特に最近のコラムは、丸打ちだったことも判明し、同日夜、同局は謝罪会見を開いた。後日、同局は表現。 報道に携わる者としてあってはならない行為であるとして、大野に5月26日付で定職2ヶ月別部署移動の処分を下した。また、大野の上司にあたる2名には問題発生を防ぐことができなかった監督責任を問うものとし、減給 10%1 ヶ月の処分が下された。2008年5月24日、本社業務部へ移動後、現在は 東京支社業務部勤務、ありがとうございます。